回サイエンティフィックレポーツに掲載していただいた研究なんですけれども、普段猫を飼っている方お気づきだと思うんですが、彼らが名前であったりとか、ご飯といった単語にとてもよく反応するということをみんな知っています。今回猫が自分の名前と他の単語や同居猫の名前というのを区別できているということが明らかになったことで、これからさらに猫の対人社会的認知能力の研究が盛んになればいいかなと思います。この研究の結果に関して、これから考えている研究なんですけれども、一般の家庭で飼われている猫に、同居猫の名前を繰り返し聞かせていたんですが、一般の名刺には、慣れて反応しなくなることが、見られたんですけれども、同居猫の名前に関してはなかなかこう慣れていかないという様子が見られました。でその結果から、おそらく彼らは同居猫の名前も何らかの形で認識しているのではないかと考えています。それを明らかにするような研究を今やっています。論文が公開されてから本当に世界各国でいろんなメディアで取り上げていただきまして、日本の猫の認知研究というのを広く知っていただけたというのがとても良かったと思います。私は大学院で猫の遺伝子と行動およびその関連に関する研究を行ってきました。私はそれだけではなくて猫の心の問題について取り組みたいと考えています。その猫とか犬がその人の行動とか人の社会的手がかりを、どのように理解してそれを利用しているのかっていうのを調べています。今は犬とか猫がその社会的評価能力を持っているのかどうかっていうのを調べています。そのようなミステリアスで何を考えているのかあまりわからない猫なんですけど、その猫が何を知っていて何を知らないのかというものを科学的に明らかにすることで、人と猫の共生というものがより良いものになるというふうに考えています。